はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。さあ、本日は皆さんにね、最強の魔法カードをね、ご紹介していきたいと思います。その名も、ミニマムガッツ。ミニマムガッツです。自分のフィールド上のモンスター1体をリリースして、相手のフィールド上のモンスターを、の攻撃力をターン終了時までゼロにすると。自分のモンスターをリリースして相手のモンスターの打点をゼロにする。で、このターン選択したモンスターが戦闘によって破壊されて、墓地を破れた場合、まあ、要はゼロにしたモンスターが破壊された場合、そのモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを相手の人に与えると。強くね。よく読むと強いね。よく読むと強い。どういうデッキに相性がいいかっていうと、まあ、いっぱい横にモンスターが並んで、まあ、そんなにそうなんだろうな、リリースしてもあんまり、なんだろうな、損がないデッキとか、あとリリースしたらなんか効果があるデッキ。と相性がいいんですよ。まあ、聖国とかは割と思いつくかなと。幻獣機とか。まあ、今日はですね、オーパーツくんたちでやっていこうかなと思ってます。はい。オーパーツくんね、打点高い上に横めっちゃ並ぶんですよ。例えば、まあ、ボーンとかね、ボーンのここで横並ぶし、あとネブラディスクから今回の地下のプレゼントっていうやつにしてるんで、アステカマスクゴーレムを最初にできますから。アステカマスクゴーレムも、まあ、特殊感ポン出しできるオーパーツなんで、で、しかもこいつらって、このピラミッドアイタブレットっていう、あまりにも脳筋カードによって、これ打点がどんどん上がっていくんですよね。だからその、ミニマムガッツ発動して、相手の打点が高ければ、もうこれでワンパンできるっていうことに私は気づきました。脳死で、ネブラディスクと、アステカマスクゴーレムとミニマムガッツでワンキューしていきます。はい。っていうだけです。今日は。で、めっちゃ簡単なんですけど、この KC カップでなんか普通に10連勝ぐらいはできたんですよ。KC 低レベル帯で。まあこの KC カップの低レベル帯の10連勝ってガチで参考にならないんですけど、まあ生きることはできる。はい、生きることはできます。かなりそれでいきます。で、防御型ですね。まあメインギミックはもうこの辺のカードたちなんで、メインギミックは置いといて、防御型を普通に効果させてほしいなっていう本当に最強のカードと、あとリリースいっぱいしたいとか墓地いっぱい行くかなと思って効果あ間違えた、強化蘇生にしました。で、まあ言うてワンキル、まあ、サイバーとか結構多くなってくるかなと思ったのでクリボール入れました。ただあんまりいませんでした。結局やっぱりね、もう強いデッキはね、さっきさとね KC セカンドステージ上がっちゃってるんで、KC ファーストステージね、なんかよくわからない環境外デッキ選手権みたいになりましたね。それがすごい面白かったです。はい、というわけで早速ね、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。めっちゃ連勝してんじゃん。最強かこのデッキ。君の相手はこのボックス。KC ファーストステージの低レベル帯で生きるっていうね、これが私の生きがい。 KC のファーストステージ の, なんかの低レベル帯で意味不明なデッキを使って連勝して生きるっていうね。迷惑じゃない、それ迷惑じゃない。ちょ、早く動いてくれる。そしてなんだろうなと思ってるでしょ。まあ、普通にオーパーツでシンプルに、あと普通にカリバーってくれるもうめんどくさいから。カリバーね、結構ね、多分ね相性悪くて、ピラミッドアイタブレットを勝ち割られるので、まあ、割と相性は悪いと思います。言うてそのこのデッキって基本的にそのピラミッドアイタブレット発動して、なんかオーパーツの打点をめちゃくちゃ上げて、でなんか脳死でぶん殴るっていうデッキなんですよ、基本的にね。だからあんまりプリンクとか関係なくて、なんかひたすら、お、勝ったか、勝ちあ、勝ってなかった。くそ、地下鉄か、地下鉄乗ってる、地下鉄リンクスやってるわ、この人。あー、はいはい。で、カリバーで割ってください。はい、ありがとうございます。カリバー残ってると基本めんどくさいんで。さあ、ハーピーパフューマーの効果。あ、ちなみに僕最近OCG のハーピーデッキ結構改良したんですけど、やっぱり何回やってもあるハーピーの羽吹雪っていうカード強すぎますね。本当に皆さんよかったら調べてみてください。ハーピーの羽吹雪っていうカード、最近結構まあ、マスターデュエルも来るからってことで OCG 結構頑張ってね、デッキいろいろ作ったりとかして、まあやってるんですよ、メンバーと一緒にね遊んでるんですけど、羽吹雪マジで強いね。ハーピーデッキ羽吹雪、あれなんで騎士になってねんだっていうぐらい強いけど、あれめちゃくちゃ強いけどね、あのカード。さあ、SC さんですね。はい、スクラッチクラッシュさん出てきた。ちなみに OCG でもこのハーピー LD スクラッチクラッシュさんは現役です。弱いな、ハンド。そんなクソザコハンド大丈夫か、何も光ってないな。なるほど、何も光ってない。なんだろうね、あれ。フリチェあんのかな、
一応1枚セットして寄せますか。あー、なんもないか。なるほど。とりあえずフリーチェ、あ、発動になんか、そうか、これはハーピー SC の方だ。あのクセカードはじゃあモンスターなんか干渉してくるようなカードですね。とりあえずお父さんからの誕生日プレゼントもらっていくわ。お父さんからの誕生日プレゼントもらっていく。で、こうしてく。で、アステカマスクゴーレムさんは出していいか、出してミニマムガッツすればいいか、出して現れるもう初手特殊召喚をいいことに初手ミニマムガッツっていうね、初手ミニマムガッツ。さあ、なんか違いますね。あ、分かったぞ、分かったわ、これ召喚して分かった、戻させるわ。じゃミニマムガッツして戻させるわ。多分ミニマムガッツしたらさ、多分さ戻してくるっしょ相手。ちょっとね、あ、効果うっとしいんでハーピー SC のちょっと誘発させます効果を。ちょっと待っててくださいね、私今からちょっと天才的ムーブするんで、天才っぽいムーブするんで、あ、でも待てよ、ちょっと冷静に考えろ。狡猾やったらめんどくさいか、狡猾やったらめんどくさい、狡猾やったらスカレ持ってきてもダメだから、もし万が一のこと考えて一応ボーンか、ここで打ってくるかもしんないもんな。そんななんか高度なことしてくるかな。ケイシンファーストステージでここで狡猾打ってくるっていう、あの神ゲーもしかしたら起きる可能性はあるけど、まあ大丈夫だった、オッケー。とりあえずミニマムガッツ、ミニマムガッツ発動、これ戻して、これ戻していいよ、これ僕のアステカマスクゴーレム戻してくんない、これ戻してこないかな、さすがに。テキスト読むな、テキスト読むな、よっと、ロッキーマジ戻してくれんの、ありがとう。マステカマスクゴーレムさんに耐久制限ついてないんですよ。とりあえずですね、僕のフィールドにモンスターがいなくなったんで、クリスタルボーンいきまーす。来た、完全に相手の上を読んでる。これが圧倒的雑魚狩りってやつよ、これが圧倒的 KC ファーストステージでよく分かってね、相手を狩る時の戦い方よ。これでボーンの効果によって俺は墓地かテクだから、オーパーツモンスターを特殊召喚することができる。これによってなんかいっぱいまた出てくるぞ。てかもう一回遊べる、もう一回遊べるの、もう一回遊べるの、もう一回モンスター並べます。かわいそう、せっかく戻したのにな、残念でしたね、悔しいでしょうね、悔しいでしょうね。アステカマスクゴーレムさんに単一制限ついてないんですよ。特殊召喚アステカマスクゴーレム。強っ強っ、あ、強っ。バトルフェイズ、はい、バトルいきまーす。強すぎだろ、完璧に相手の動き読んでんの笑うな、これ。はい、因果切断 OK、 OK、 因果切断で1枚くらい除外したところで何か起きますか。あなたライフポイント4000しかないんですよ、私の盤面全部で4400あります。対戦ありがとうございました。はい、最強、もう一回遊べるドンデッキ爆弾。さあ、お相手の方、聖なる守護、君の相手は聖なる守護、何ですかこれ。伝統芸能ですか、私のターン。聖なる守護使うとき伝統芸能デッキしか知りませんけど、あの一応磁石とかあるか、ワンちゃん、戻してくるフィールド魔法の、マグネットフィールドとか使ってくるデッキはありますか。聖なる守護、あと剣闘銃とかのやつなんでしょうね、あのマゾレスもありますね。ああ、レッドアイスフュージョン、あー、どういうことだ、聖なる守護スキル掘ってんのか、今さらアンズのスキル掘ってるわけないか、やべえ、わかんねえ、ゴッドオーガス。いいね、いいデッキだ、素晴らしいデッキだ、いいね。なんかあんまりさ、そのなんだろうな、ランク戦とかでは当たれないデッキと当たれるんですよね、 KG カップって。すごい楽しいです、ファーストは。セカンドはもう普通に環境デッキしかいないから、あんまあれだけど、あ、低レベル帯はあれですけどね、意味わかんないデッキいっぱいいますけど、言うてね、やっぱりね、 KC ファーストステージのこのなんかみんな強い人が全部突破した後の KC ファーストステージが一番好きですね。なんでかっていうと、環境外デッキ選手権みたいな感じになるからです、なんとなくね。とりあえずボーンからいくか、
とりあえずボーンから行って特殊するしかないね。ボーン行って、まあ、3位ないからちょっとあれだけどな、あのゴルゴニックガーディアンから張れないのはちょっと痛いが、まあ、とりあえずボーンは行こう。でボーン特殊召喚、さあボーン特殊召喚成功時の効果発動。えっとですね、このバーツモンスター1体を特殊めちゃくちゃ出せますね。だからこれモンスターね、まあ、ボーンでボーンで出せたらめっちゃ強かったんですけども、なんか体では体は出せないっていう、まあ、そういうねあの話なんで、体かぶっちゃうからね、体では体出せないから、まあ、体でフリスビー出して、で、まあ、フリスビーを召喚してフリスビーで、ピラミッド持ってきて、でピラミッドから、ゴーレムサーチして、何言ってるか分かんなくてすいませんね何言ってるか分かんねえよな。でフリスビー召喚していく、でフリスビー召喚していってフリスビー効果発動、打点上回んないといけないんだよな、まあ、だからエクシス召喚するしかないのこれな。エクシス召喚さえ通ればでもまああでもあれか、うん、いやゴルゴニックガーディアンしたところでだからこうでしょ。ネブラディスク召喚して、ね、ネブラディスク効果発動で、ネブラディスク効果でピラミッドアイタブレットを手段に変えていく、でピラミッドアイタブレットを発動して、エクシーズ召喚したした後にアステカマスク、はい、ピラミッドアイタブレット発動。さあピラミッドアイタブレットからのスキル発動の前に先にエクシーズ、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、オーバーレイネットワークを構築、現れろナンバー36オーパーツフォークヒューク、そして僕はスキルを発動、父さんからのプレゼント、ありがとう父さん、父さんありがとう、僕もうすぐ誕生日です、ありがとう。これリアルにリュウさん本当にそろそろ誕生日です、リアルにね、リアルにそろそろ本当に誕生日9月20日誕生日なんで、この動画いつ公開してんだろう。さあカード1枚セット、バトルフェイズいきます。お誕生日おめでとうございます、お誕生日おめでとうございます。ダブレイク何あれセットなんだろうな、あ、これえそれさ、それ捨てちゃって大丈夫なのそれ、え、それ持ってたらよかったのでは、いやそれね、それ持ってたらよかった、絶対それ絶対持ってたらよかったやっぱりね、こういうデッキってね、どうやって勝つか皆さんもう一回確認しておくと、大体初見殺しです、大体わからん殺しして勝つ、これが KC ファーストステージ神ゲー、これがデュエルリンクス。さあ、応援の方ジェイソン・ステイサム選手、ジェイソン・ステイサム選手じゃないですか、また珍しいですね、何度言ってしょうかね、なかなかわけわからんデッキですね。ちょっとKC カップで10連勝くらいしたんで、このデッキ普通に強いと思う、普通に強い、普通に強い。で、父からのプレゼントしていく、ミニマムガッツもいらない、今いらない、高校用なんで、ね、このカード。で、こうしてですね、で、アステカマスク出しといてですね、で、これでセットして、はい、これ最強番目。さあ、どうする、さあ、ジェイソン・ステイサム選手、どうする、セット。あっ、あっ、だってね、舐めてんのか舐めてんのかてめえ、ぶち転がすぞ、ぶち転がすぞ、めっちゃ光ったな、めっちゃ光ったわ、ビヤ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 光ったわ、あれなんだろうな、まあ、フリーチェールでもひたすら投げればいいですもんね。さあとりあえずオーパーツでピラミッドアイタブレットを発動、おらーおらーおらーあっ、捨てがら石像奇策、トラップカード発動、この身が引き裂かれようとも、